未来ペン機能搭載ペーパーレスレコーダースマートダックプラス GXGP シリーズを紹介します。スマートダックプラス GXGP シリーズはスマートユーザビリティ、スマートアーキテクチャ、スマートファンクションの3つの大きな特徴を持つデータ収集、表示、記録をするペーパーレスレコーダーです。タッチパネルを搭載し GX シリーズはパネルマウントタイプとして GP シリーズは持ち運び可能なポータブルタイプとしてご利用いただきます両モデルとも入出力部がモジュール形式となっておりシステム変更に柔軟に対応できますまた GXGP はネットワークを介したさまざまな機器との接続やウェブブラウザによるリアルタイム監視などをすることができますこのスマートファンクションに新しく追加された AI を用いた未来ペン機能について紹介します 未来ペンは収集したデータをもとに未来のデータを予測し、トレンドモニター上に未来の予測波形をリアルタイムに表示することができます。予測波形を確認することで未来に起こる問題をいち早く検知し、事前に対処することが可能です。未来ペンとして使用できる最大チャンネル数は10チャンネル、最速の記録周期は1秒、また未来を予測できる範囲は記録周期の60点分となります。 次に未来アラーム機能を紹介します未来アラームは未来ペンによる予測データに対してアラームを設定できるものです未来アラーム発生時は専用の未来アラームさまり画面にてアラーム情報の確認ができますまた外部出力や E メール機能を用いることで離れた場所にいても未来アラームが発生したことを知ることができます 未来アアララーームムの情報には予測が活用できる一例として冷凍庫の温度監視を紹介しますこちらはマイナス20度一定で制御されている冷凍庫の内部がドアの閉め忘れや冷凍機の故障により温度が上昇したという例になりますここではアラーム設定をマイナス15度としています トレレンンドグラフのオレンジ部分が予測波形ですこの予測波形がアラーム設定15度を超えると未来アラームを発生し未来アラームさまりに情報が表示されます。未来ペン機能ですが先ほどの冷凍室以外にも倉庫の温度監視トンネル路の温度監視排水ピットの水位予測などさまざまなところで活用ができます。 GX-GP シリーズの未来ペン機能を紹介いたしましたが、この他に AI 機能を用いた違和感検知が可能なデータロギングソフトウェア GA10、また、AI プログラミングに最適な Python を実装できる ERT3 をリリースしております。この GA10 や ERT3 と組み合わせて用いることで、さらなる AI 解析が実現可能となります。これらの製品の詳細情報については、製品説明動画をご視聴ください。 ご清聴ありがとうございました。